信仰は薄暗い棚の上の猫から不思議そうに音見へ目を移した。猫ですかい、姉さん。忘れ物というのは。猫じゃ悪いのかい。みっけ、みっけ、さあ降りておいで。信仰は突然笑い出した。その声は雨音の鳴り渡る中にほとんど気味の悪い反響を起こしたと、おとみはもう一度腹立たしさに頬をほてらせながら、いきなり信仰に怒鳴りつけた。何がおかしいんだい。うちのおかみさんはミケを忘れてきたって気違いのようになっているんじゃないか。ミケが殺されたらどうしようって泣き通しに泣いているんじゃないか。私もそれがかわいそうだから雨の中をわざわざ帰ってきたんじゃないか。ようござんすよ。もう笑いはしませんよ。信仰はそれでも笑い笑い、おとみの言葉を遮った。もう笑いはしませんがね。まあ考えてごらんなさい。明日にも戦が始まろうというのに、たかが猫の一匹や二匹。これはどう考えたっておかしいのに違いありませんや。お前さんの前だけれども、一体ここのおかみさんくらい、わからず屋のしみったれはありませんぜ。第一、あの三毛公を探しに。お黙りよ。おかみさんの残訴なんぞは聞きたくないよ。おとみはほとんど地団駄を踏んだが、こじきは思いのほか彼女の剣幕には驚かなかった。のみならず、しげしげ彼女の姿に、無遠慮な視線を注いでいた。実際、その時の彼女の姿は、野蛮な美しさそのものだった。雨に濡れた着物や湯巻、それらはどこを眺めてもぴったり肌についているだけ、あらわに肉体を語っていた。しかも一目に処女を感ずる若々しい肉体を語っていた。信仰は彼女に目を据えたなり、やはり笑い声に話し続けた。第一、あの三毛公を探しにお前さんをよこすのでも分かっていまさ。ねえ、そうじゃありませんか。今じゃもう上の界隈、立ち退かないうちはありませんや。してみれば、町家は並んでいても、人のいない町原と同じことだ。まさか狼も出まいけれども、どんな危ない目に遭うかもしれない。と、まず言ったものじゃありませんか。そんな余計な心配をするより、さっさと猫を取っておくれよ。これが戦でも始まりゃしまいし、何が危ないことがあるものかね。冗談言っちゃいけません。若い女の一人歩きが
こういう時に危なくなけりゃ、危ないということはありませんや。早い話が、ここにいるのは、お前さんと私と二人っきりだ。万一、私が妙な気でも出したら、姉さん、お前さんはどうしなさるね。信仰はだんだん冗談だか真面目だかわからない口調になった。しかし、澄んだお富の目には恐怖らしい影さえ見えなかった。ただ、その方にはさっきよりも一層血の色がさしたらしかった。なんだい、信仰。お前は私を脅かそうっていうのかい？おとみは彼女自身脅かすように、一足信仰のそばへ寄った。脅かすえ？脅かすだけならばいいじゃありませんか。肩に金切れなんぞくっつけていたって、風の悪いやつらも多い世の中だ。まして、私は乞食ですぜ。脅かすばかりとは限りませんや。もし本当に妙な気を出したら、信仰は残らず言わないうちに、したたか頭を打ちのめされた。おとみはいつか彼の前に大黒傘を振り上げていたのだった。生意気なことをお言いでない。おとみはまた信仰の頭へ力いっぱい傘を打ち下ろした。信仰はとっさに身をかわそうとした。が、傘はその途端に古浴衣の肩を打ち据えていた。この騒ぎに驚いた猫は、鉄鍋を一つ蹴落としながら、後陣の棚へ飛び移った。と同時に、後陣の松や油光のする豆苗皿も信仰の上へ転げ落ちた。信仰はやっと飛び起きる前に、まだ何度もおとみの傘に打ちのめされずには済まなかった。こんちくしょう、こんちくしょう。おとみは傘を振るい続けた。が、信仰は打たれながらもとうとう傘をひったくった。のみならず傘を投げ出すが早いか、猛然とおとみに飛びかかった。二人は狭い板の間の上にしばらくの間つかみ合った。この立ち回りの最中に、雨はまた台所の屋根へすさまじい音を集め出した。光も雨音の高まるのと一緒に、みるみる薄暗さを加えていった。信仰は、打たれても引っかかれても、しゃにむにおとみをねじ伏せようとした。しかし、何度か仕損じた後、やっと彼女に組みついたと思うと、突然また弾かれたように、水口の方へ飛びすさった。このアマー！信仰は、障子を後ろにしたなり、
じっとおとみをにらみつけた。いつか髪も壊れたおとみはべったり板の間に座りながら、帯の間に挟んできたらしいカミソリを逆手に握っていた。それは殺気を帯びてもいれば、同時にまた妙に生めかしい、いわば荒人の棚の上に背を高めた猫と似たものだった。二人はちょいと無言のまま相手の目の内をうかがい合ったが、信仰は一瞬の後わざとらしい霊笑を見せると、懐からさっきの短銃を出した。さあ、いくらでもジタバタしてみろ。短銃の先はおもむろにおとみの胸のあたりへ向かった。それでも彼女は悔しそうに信仰の顔を見つめたきり、何とも口を開かなかった。信仰は彼女が騒がないのを見ると、今度は何か思いついたように、短銃の先を上に向けた。その先には、薄暗い中に琥珀色の猫の目がほのめいていた。いいかい、おとみさん。信仰は相手をじらすように笑いを含んだ声を出した。この短銃がドンと言うと、あの猫が逆さまに転げ落ちるんだ。お前さんにしても同じことだぜ。そら、いいかい？引き金はすんでに落ちようとした。進行！突然、おとみは声を立てた。いけないよ、撃っちゃいけない。信仰はおとみへ目を移した。しかしまだ短銃の先は三毛猫に狙いを定めていた。いけないのは知れたことだ。うっちゃかわいそうだよ。ミケだけは助けてやっておくれ。おとみは今までとは打って変わった心配そうな目つきをしながら、心持ち震える唇の間に細かい花見をのぞかせていた。信仰は半ばあざけるように、また半ばいぶかるように彼女の顔を眺めたなり、やっと短銃の先を下げた。と同時に、おとみの顔にはほっとした色が浮かんできた。じゃあ猫は助けてやろう。その代わり、信仰は横柄に言い放った。その代わり、お前さんの体を借りるぜ。おとみはちょいと目をそらせた。一瞬間、彼女の心の内には、憎しみ、怒り、嫌悪、
悲哀、その他いろいろの感情がごったに燃え立ってきたらしかった。信仰はそういう彼女の変化に注意深い目を配りながら、横歩きに彼女の後ろへ回ると、茶の間の障子を開け放った。茶の間は台所に比べればもちろん一層薄暗かったが、立ち退いた後という情、取り残した茶ダンスや長火鉢はその中にもはっきり見ることができた。信仰はそこに佇んだまま、かすかに汗ばんでいるらしいおとみの襟元へ目を落とした。するとそれを感じたのか、おとみは体をねじるように後ろにいる信仰の顔を見上げた。彼女の顔にはもういつの間にかさっきと少しも変わらない生き生きした色が返っていた。しかし信仰は狼狽したように妙な瞬きを一つしながら、いきなりまた猫へ胆汁を向けた。いけないよ、いけないってば。おとみは彼を止めると同時に、手の内のカミソリを板の前へ落とした。行けなけりゃあそこへお行きなさいな。信仰は薄笑いを浮かべていた。いけすかない。おとみはいまいましそうにつぶやいたが、突然立ち上がると、ふてくされた女のするようにさっさと茶の間へ入っていった。信仰は彼女の諦めのいいのに多少驚いた様子だった。雨はもうその時にはずっと音をかすめていた。おまけに雲の間には夕日の光でも差し出したのか、薄暗かった台所もだんだん明るさを加えていった。信仰はその中に佇みながら茶の間の気配に聞き入っていた。小倉の帯の解かれる音、畳の上へ寝たらしい音、それぎり茶の間はしんとしてしまった。